はい、クラピアチャンネルです。今回はナイスファインモア GFF2500N についてです。前回までのレビューで低く刈ろうとするとどうしても取りこぼしが多くなるのが分かりました。これは刈り高さを低くセットすると暗刈り機のローラーが上に出っ張ってくるために水分量が多く重いクラピアの刈りかすはローラーにぶつかり隙間から落ちてしまうためです。そこで刈り高さを少し上げてみます。クラピアの花は高さが5センチほどになるのでナイスファインモアの刈り高さを16から28ミリにして刈り込んでみます。下場から見ると約5センチくらいローラーが上の位置につくような状態です。なんでこうどうしてもこの刈りかすが、はい、後ろの方に排出された時にこのローラーにぶつかって下にこぼれ落ちると。クラピアのどうしてもあの芝生とか芝と違って水分量が多いと重いんで刈りかすが重いんですよね。そのためにこ うまく飛んでくれないような状態が起きるのかなと思ってました。なので今回はちょっとこの刈りあのローラーの位置を下げる、要は刈り高さを高くするといった具合でちょっとあの試してみようかなと思ってました。さて実際に刈り高さを調整して刈り込んでみましたので様子をご覧になってください。しばらく刈り込んでないんで3センチから4センチの花だけがあるんでこれを今から金星のナイスファインモアで刈り込んでみます。実験の結果はご覧のようになりました。ある程度刈り高さを高く設定してあげると収葬率はアップするようです。暗刈り機については今のところ金星製の2機種で比較しています。ナイスバーディーモアデラックス GSB2000NDX についてはキャッチャーの容量は少ないがそれほど広くないお庭でしたら軽量で取り回しが楽なのでおすすめです。ナイスファインモア GFF2500N については低刈りだと収葬率は劣りますが広いお庭で雑草抑制用に草丈を高めに管理されている方はキャッチャーが大きいのでおすすめです。はい、以上で今回はクラピアに使用する暗刈り機についてでした。クラピアチャンネルではこうしたクラピアに関する情報を発信中です。ぜひチャンネル登録してお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。